ということで、あの、選挙おめでとうございます。ありがとうございます。もう、あの、今日久しぶりに、こうやってちょっと、関谷のギターで歌わせていただけるんで、もう泣きそうな感じなんですけど。あの、せっかくありがとうは無理ですよね。無理ですね。え、ピアノは行けるんですか？うん、乗ってますよね。天使郎さん、ちょっと、もうちょっと、ロベルト・カジア、お前メンバーやんか。もし、あの、バンドの皆さんが OK であれば、セキアンがラミネに、もう心込めて作ってくれはったオリジナルのありがとうを、ぜひ聴いていただけたらなと思うんですけど、どんなもんでしょう。やってくれよ。はい。はい。前、ほら。ここでやった時も絡まれた。あ、思い出した。破壊締めに、破壊締め。あれ、あの日は俺は打てない。あ、そうやったっけ。もう1年生なんだ。ほんまかいな。いや、もうね。時間がないですか。もう誰かつまみ出してくれた。あ、前と同じパターンですね。そうですね。そうそうそう。タバコは、あの、タバコ数倍でちゃうぞ。あ、タバコ、タバコ、タバコ数倍。もし、あの、皆さんが許していただけるんやったら、そのオリジナルのありがとうと昭和歌謡のラブイズオーバーと2曲歌いたいと思うんです。すいません、酒と涙って言ってたんで、あれ酒と涙の方が出てるんですか。歌詞がいるか、そっちしましょうか。山県、山県ちょっと何にして、山県ここは山県やね、ここは山県の出番、用心棒、用心棒お願いします。あれ今からステージ始まる、山県出ます。いやいや、もうちょっとこっちおいで。ちょっと待て。なんでラミネの時に必ずこのおじさんが出てくるんでしょうか。ライブで、あの、ああいうお客さんが、あの、来はることはもうまずないんで、前回もやられましたけど、ありがとうございます。いきなり帰ってきたなという気がさせていただきます。こういうドラマが生まれる場所になります。Thank you.
熊本は母のふるさとなんですね。それで母が生まれた家にまだ身内の者が住んでいたりして、今車の中で生活をしたりしています。で、実は東日本の大震災の後、ずっと関庵の協力いただいて東日本大震災のチャリティーのライブをさせてもらってたんですが、5月14日に神戸の方で、熊本大震災のチャリティー、また関庵のギターに助けていただいてやらせていただく。5月14日です。5月14日の土曜日の夜の8時から、はい、JR の住吉駅、阪急でいうと岡本駅の近くにある地雷津っていう地雷津の2階です、はい、2階です、ありますが、5月14日です、夜8時からということで、はい、全て収益もそれから皆さんのご講師も被災地に送るという形でやらせていただきたいと思いますので、はい、ご協力いただきたい。皆さんよろしくお願いいたします。関庵その日もどうぞよろしくお願いします。はい、ご協力ナミネでした。ありがとうございます。ナミネ忙しいね。ありがとうございます。今日は昨日は麻生太郎さんとなんかあれで喧嘩しとったんですよ。財務省のもうどうでもいいわ。麻生太郎と喧嘩してきたナミネでした。さて、神戸からまた続きまして、神戸、また神戸から、お呼びしておりますシンガーのさだちゃんです。